伊藤正、伊藤正、伊藤律、1913年6月27日から1989年8月7日は、日本の政治運動家、元日本共産党政治局員、岐阜県時群時村、市原,原、現、水波市出身、広島県生まれ、陽名は、慶一、中国名は、小青。父、蓮次郎の勤務先である広島で生まれた。 まもなく父の故郷岐阜県水波に戻る。幼少期から、振動の誉れが高かったと言われ、旧制岐阜県立江那中学校、現、岐阜県立江那高等学校4年生修了後、1930年に、第1高等学校、現、東京大学教養学部に入学する、飛び級入学。いわゆる、4を治む進学。同期に後に作家となる、杉浦民平がいた。 杉浦の後年の回想では入学の時点で伊藤はすでに社会主義に関心を持ち、1年生から読書会を主催していたという。2年生の1931年初秋に共産青年同盟に加盟し、国際判定反戦同盟東京委員会印刷局に加入。この頃は昼は学校と家庭教師のアルバイトをこなし、夜に組織の印刷物を作成。 配布する生活を送っていた。伊藤は特別高等警察特攻によって壊滅した一校の共産青年同盟を再建する任務に当たったが、やがて当局の察知するところとなり、1932年9月に地下に先行、12月に方向処分を受ける。伊藤は東京城西地区の大学へのオルグ活動を担当する。特に東京商大、現、 一橋大学では、牢状事件後の学生の盛り上がりに、伊藤の活動が加わり、学内の共産青年同盟は60人の規模に、新調した。しかし、1933年2月には、特攻の検挙で、東京商大の組織は、壊滅状態となった。同じ2月に、伊藤は、共産青年同盟の中央事務局長となり、3月13日に、正式に、 日本共産党に入党した。だが、同年5月16日に検挙され、大崎警察署に検測される。伊藤の共産党入党は、三船留吉、今井藤一郎の推薦によるものだったが、この二人は、特攻のスパイであり、検挙も三船が手引きした結果だった。市ヶ谷刑務所、豊玉刑務所へと移送され、余震が終了した1934年12月25日に、 保釈された。1935年4月16日、東京地方裁判所で、懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受ける。この取り調べで転校を表明するが、取り調べた特攻の宮下博士はそれを認めずに、起訴して、検察に送ったと後に述べている。判決後の5月に、伊藤は、親族のつてで、大阪府堺市にあった。 三菱工業系列の堺科学工業という工場に臨時コインとして就職する。ここで働いたのは5ヶ月間であったが、その間に社外庫を組織した。労働の現場に初めて入った伊藤は、親しい知人への手紙で、我々の頭の中で考えていることが、いかに抽象的で、一面的で、ある場合には、子供っぽくさえあるかを痛感します。僕は一切の感覚を働かせて、 粘り強い辛抱を持って、この生産点から本当に大切なものを摂取しようと努力していますと記している。この後伊藤は1936年2月に、東京帝国大学経済学部助教授の土屋、高尾の研究室で、日本の農業経済史の研究に携わった。この年の7月に、最初の結婚。秋、一行動規制の兄で活動家だった、長谷川博と知り合い。 翌1937年8月に長谷川と伊藤は共産党の再建活動に入った。二人は人民戦線戦術を採用して、街頭ではなく職場を中心とした活動を行う、方針を決めた。伊藤は工場などに組織を作る活動を行うが、その過程で世田谷区池尻で活動していた文芸サークル、町に接触した。これはこのサークルに、 工場労働者が多くいたためで、文芸サークルから労働者組織への転換を指導した。9月、町のリーダーだった、青柳菊代、1914年から1968年、戦後中野区議会議員から、青柳のおば、母の妹にあたる北林友を、アメリカ帰りのおばさんとして紹介され、名前を知らないまま二度会っている。伊藤は、長谷川と相談し、北林は言動などから、 情報組織ににに所属ししていいるるかもしれず、運動にマイナスになるという理由で手を切った。1938年、全国購買組合東京支所に就職し、全国の農村調査を行った。土屋高尾の下での研究と合わせて養われた、伊藤の農業への造形は、後の経歴に生かされることになる。1939年8月に、南満州鉄道に入社。 東京支社調査室食卓となり、全職の経歴を買われて、農村事情の調査を行い、社内誌に論文を発表している。しかし、以前に、伊藤がオルグした東京商大の OB、学生による社会主義運動のグループが摘発され、彼らと面識のあった伊藤も、同年11月11日に再度検挙を受けることとなった。この検挙は、 特攻の宮下博が放ったスパイによるものだった。検挙された伊藤は、正代グループとの関係を否定し続けたまま年を越し、その間に配信所に罹患した。だが、1940年6月に拷問と共に、本筋を言え、長谷川らはどうしたと迫られ、他の仲間にも謙挙の手が及んだことを悟り、供述に応じることとなった。 同時期に検挙された町グループについても尋問を受けたが、すでにこのグループが1937年11月に一度検挙後、不起訴で釈放されていたため、供述は気楽であったと後年回想している。伊藤は彼らから紹介されたのは誰かという尋問の中で、青柳菊よからアメリカ帰りのおばさんを紹介されて二度会だと気軽に、供述したという。 警察に提出する手記を書いた後の8月、警察医の診断により、派生側の取り調べが終わるまでという条件で、交流一時停止となり、9月末に満鉄に復職する。伊藤は、以前に執筆した論文で、同じ満鉄調左室職宅だった尾崎秀美から評価を得ていたが、復職後は、出身地が近いこともあって、家族ぐるみでの信仰を深めることになった。12月、 すでに内縁の関係にあった松本君との婚姻届を出す。伊藤は満鉄の社内誌に農業問題に関する論文を相次いで発表した。1941年9月29日、九州警察署に身柄を拘束される。これは長谷川博氏らの調査が終了して書類送検の段階に達したためで上記の通り予定されていたものだった。 総研調書を取られ、通常なら起訴、拘置所に送置となるはずが、一ヶ月近く止め置かれる。一等の改装では、10月18日、尾崎秀美は、その数日前に、ゾルゲ事件の容疑で、逮捕されていたに、特攻の刑から、お前は、ソ連のスパイではないか、よくも騙したなと拷問を受け、そこで初めて、尾崎秀美の逮捕容疑を知らされる。その二日後、刑事から、 アメリカ帰りのおばさんの名前が北林ともあること、北林が宮城与徳と連絡があり、宮城から尾崎秀美やリハルトゾルゲの名前が出たことを知らされ、尾崎秀美や北林との関係についての補足手記を書くように求められた。伊藤にとって隠すことではなかったためその事実を記したところ、特攻側から前年に書いた本文と手記の日付がバラバラでは具合が悪いので、 本文同様に1940年7月末に統一しておけとわれる。伊藤は、スパイ容疑による、尾崎秀美の逮捕という事態に動揺していたため、これに従ったという。1942年6月4日に余震が終了し、東京地裁の後半に回される。6月28日、約9ヶ月ぶりに保釈された。12月に一審判決、懲役4年。 未決通算260日を受けたが、下獄をできるだけ伸ばすため、長谷川と共に上告し、1943年11月に、最新判決で、懲役3年未決通算260日となる。懲役が1年短くなったのは、一審判事のミスで、執行猶予中の再犯と認定されているものが、実は、わずかな差で、執行猶予期間外であったことが判明したためである。 同年12月から菅野拘置署に服役し、翌年春に豊玉刑務所に移されて終戦を迎える。この間、1943年8月1日には、後半被告にもかかわらず、招集令状が届き、取り消しとなる陳事もあった。菅野時代には、死刑判決を受けた尾崎秀美ともわずかながら話をする機会があったが、その痩せ衰えた姿に胸を痛めたという。 伊藤は入国前に尾崎秀美の家族に見舞いを送るなど厳しい情勢の中でも進行を続けていた。一方、拘置所、刑務所内では土壌と雑誌という仕事につき、他の思総犯の習慣者には管理者側に立っていると批判的な目で見る者もいた。このことが戦後伊藤の人物評価に不利な状況を生んだという指摘が石堂清司林や渡辺富成からなされている。 1945年8月26日に仮出国。これは政治犯のうち刑期が近く終わるようなものから少しずつ釈放していたことによる。10月4日に GHQ の人権指令によって政治犯が全面的に釈放され共産党再建の動きが始まるといち早く入党した。伊藤は得意の農民運動を中心に活動し、その状況を 初期長の徳田久一に報告していた。1946年2月の第5回党大会で党中央委員、初期局員に5月には政治局員に就任する。1946年の第22回衆議院議員総選挙と1947年の第23回衆議院議員総選挙に東京7区から立候補するがいずれも落選した。伊藤はのとして 党の重職を担った。1949年2月、アメリカ陸軍省は、ゾルゲ事件に関する報告、コーネル報告、またウィロビー報告とも、を発表し、日本の新聞にも転載された。この中で、伊藤が北林ともの名を供述したことが、事件発覚の発端であるという説が唱えられた。この時共産党側は、滋賀義雄が、 この噂については1946年3月に厳密に調査を進めた結果、当時の特攻が暴略と交渉のために行った作文で北林と伊藤には組織上の連絡はないという趣旨の談話を発表している。1950年、コミホルムの批判により、党が分裂状態になると特田に近かった伊藤は所管派に属した。伊藤は対立する。 国際派の非難にさらされた。当時の伊藤には、ウィロビー報告での告発に加え、戦時中に亡命や非天候での逃走経験なく幹部となったことへの戦争や嫉妬、さらに女性問題など攻撃の材料には事欠か,かなかったためである。主幹派内部にも伊藤をスパイと見る者がいた。6月に GHQ の公職追放と7月に、 団体統機政令の出頭命令を拒否したことにより、政府から逮捕状が出されたことを機に地下に先行した。同年10月に、徳田九一が中華人民共和国に去って、北京機関を組織した後、徳田が全体方針立案、国内は、志田しゅげを、C の越郎と伊藤の三者合意を中心とした、指導体制となる。この時すでに徳田は、安静にして、余命4年という状況。 韓部以外には秘匿されたで、ほどなく徳田の光景をめぐる争いに、伊藤も巻き込まれることとなった。この間日本国内では、首謀説、米国亡命説など諸説が流れ、朝日新聞が、山中で伊藤と接触したという架空の記事を載せた、事件、伊藤ただし会見報道事件が起きたのはこの年9月のことである。1951年には、 北京機関内部での対立が波及し、7月には、徳田の自己批判に続いて、伊藤も自己批判を行う。伊藤は、後年、志田重夫とその側近からは、あからさまな批判や妨害を受けたと、長谷川博氏へ手紙で述べている。武装闘争路線の進行量を採択した10月の第5回全国協議会でも、伊藤は非難された。この後、中国に密航し、徳田、 野坂33、西沢隆二らのいた北京機関に合流する。この中国行きは、表向きは、徳田からの詳細として伝えられた。伊藤は、党内情勢から、行けば逮捕、投獄される懸念も抱いたが、最後は党を信じる形で同意した。人民艦隊と呼ばれた漁船で、日本海を渡った伊藤は11月に、北京に到着し、 翌1952年5月1日より開始された日本向けの地下放送、自由日本放送の指導に当たった。中国ではコアオという中国名を名乗った。伊藤の改装によると、北京機関では国際派への妥協を唱えるのさか、西沢と徳田の間に溝ができており、さらに中国共産党の内部問題も絡んで複雑な状況となっていた。 1952年になると、徳田の病状は悪化、9月末からは入院し、やがて意識不明となった。12月、伊藤が懸念していた通り、野坂33は、スターリンの指令という名目で、隔離審査の対象とすることを不時に告げ、伊藤は軟禁された。1953年10月に、徳田は死去。この間、西沢と野坂によって、伊藤を、 スパイとして除名する決定がなされた。この決定は帰国した藤井幹事元 NHK 報道部員、放送単一郎訴訟記長で自由日本放送に、十字によって日本に伝えられ、9月15日付の赤旗に、伊藤の処分に関する中央委員声明が掲載され、伊藤は、その3ヶ月後に、北京でこの赤旗を見せられる。伊藤はその内容を否認し、 決定を拒絶したが、監獄に身柄を移された。隔離審査以後、野佐から党の幹部は伊藤に、スパイと認めれば復帰させると迫ったが、伊藤はこれに応じなかった。1955年7月、日本共産党は、第六回全国協議会で、伊藤の除名を再確認し、9月15日の赤旗に、伊藤忠氏についてと題する中央委員会幹部会の、 発表を掲載した。ここでも、伊藤スパイとしての罪状を列挙されたが、その内容は2年前の中央院声明とは大きく、いいなっていた。1953年の声明では主に戦後の党指導が列挙され、ゾルゲ事件などには全く触れていなかったのに対し、この発表では、ゾルゲ事件の内容が中心となり、横浜事件にも関与したなど、大部分が抽選前のものとなっていた。 これについて、渡辺と近は、実際のところは、日中両党の間を割いたということが、理由になっていたという関係者の証言も踏まえ、処分を決めて、後から口実をつけたと推論している。日本共産党の幹部は、1955年の、袴田里美を最後に、伊藤に面会に来なくなった。1958年の、第7回党大会でも、伊藤の除名が、改めて確認された。 伊藤は1959年に、野佐から日本共産党の代表団が訪中した際に、面会を申し込んだが、拒否された。1955年以後消息不明となり、野佐からが死亡説を流したこともあって定着した。1970年6月に、日本の公安調査長は中国からの情報により、伊藤に関する情報収集を打ち切った。伊藤は1960年に、 新城監獄に移送され、文化大革命中は、軍隊の占領下で迫害を受けた。この間、伊藤は、健康を悪化させ、右目と右耳が全く効かなくなり、人不全に罹患した。伊藤の投獄について、中国の関係者は、伊藤を隔離審査するという日本共産党の依頼に基づいて、行ったもので、中国共産党は関与していないとしており、伊藤も、 そのような説明を受けている。伊藤は獄中にいる間、ずっと三号と呼ばれており、中国側から被疑者、被告人として名前を呼ばれることも、罪名を告げられたり裁判にかけられることもかった。これに対して、日本共産党側は、伊藤の帰国直後に野坂33が除名した伊藤の身柄を中国側に引き渡しただけで東国には感知していない、と主張。 野坂が除名となった後、北京機関が存在した当時に日本との窓口を務めた、長安弘が1998年の改装で、野坂や袴田から伊藤を殺すよう依頼されたと明らかにした際には、機関紙、前衛において除名後の伊藤の状況を知っていたのは、野坂と袴田だけで、二人はそれを党に隠していたという理由で、党は感知ししなかったとしており、現在も関与を認めていない。 文化大革命終了後の1979年、中国は教席の決断で伊藤の釈放を決定し、12月に伊藤は病院に移された。翌1980年3月に退院後、6月には妻へ手紙を送った。7月31日に時事通信が伊藤の健在を伝え、8月23日、中国政府は伊藤が、 中国で生存していることを公式に発表、9月3日に29年ぶりに帰国した。帰国時は伊藤は67歳で車椅子に乗っていた。日本政府は帰国した伊藤の刑事訴追について、1950年7月に団体登記政令に基づく出頭命令に応じなかったことにより団体登記政令違反容疑で逮捕状が発せられていたが、 1952年の平和条約発行後に犯罪後の法令により刑が廃止された時に当たるとする最高裁判例が確立しているため団体登記制令違反容疑で処罰できない。また法律の定める手続きを経ないで出国していることが認められるが出入国管理令は1951年11月1日に施行されており、 それ以前は連合国最高司令官覚書きや昭和25年、政令第325号が密出国を制していたが、1951年12月1日に廃止されているため、1951年10月31日以前の密出国は犯罪後の法令により、刑が廃止された時に当たり処罰できない。そのため、1951年11月1日以降の、 密出国であれば処罰できるが、1951年10月31日以前の密出国では処罰できず、伊藤の密出国が1951年11月1日以降という証拠がないため処罰できないと答弁、刑事訴追は行われなかった。帰国後、かつての同志だった小松雄一郎に獄中27年の記録を語り、これをもとに、 朝日新聞は1980年12月に山本博史記者による古国の土を踏み手という証言録を掲載した。さらにこれに過失したものが週刊朝日にも連載されて伊藤忠の証言として出版された。ただし伊藤自身はその公表の過程を納得せず認めなかった。こうした伊藤側の発言に対し日本共産党は生存が伝えられた直後から 1955年の除名処分は正しく、伊藤はスパイであるという従来からの主張を赤旗などで繰り返したが、その証拠については明示しなかった。帰国後、伊藤は自らが不在の間に尾崎秀樹や河井基吉によって広められたゾルゲ事件発覚の発端、警察のスパイという言説を目にして、彼らへの憤りを覚えた。当時の書簡では尾崎秀樹を、 伊藤をスパイにせねば、飯が食えず、せっかく売り出したメンツがなくなる作家が今でも、何人かいる。その代なる者が秀樹です。尾崎、秀美さんに対する私の心境や値を、秀樹君に語っても無駄です。わかる、はずのない人で、ただ現行稼ぎのネタにされるだけと通列に、批判している。伊藤の除名処分を日本に伝えた藤井貫次は、伊藤の帰国直後に、 伊藤忠と北京、徳田機関、三十一書防という北京機関の内幕を暴露した本を刊行した。しかし、この本の多くの部分は、野坂三十三からの聞き取りや自らの原文に基づく内容をさも自らが直接体験した事実であるかのように記したものであった。生存、帰国の事実を知り、自らは処分の決定者ではないが、一部始終に立ち会った証人として、 伊藤の処分が、不当、過酷で納得できないと思うようになり、自分も加害者になるのではないかという悩みにとらわれて、病に倒れた。藤井は、伊藤の生還を知りながら、弁明を聞かずに本を出したことも含めた、反省の書簡を伊藤に送り、その後、伊藤との間で、手紙が交わされた。伊藤は、藤井の本について、本人の弁明を無視したのは、ジャーナリズムの処方原則にも反する。 本人の弁明、反論を許さない、党の細胞会議の話は、ことでも話自体の証拠能力は、不十分と批判する一方、藤子個人は、党中央の命に忠実に動いただけで、自責の念にかられるには及ばないとし、西沢隆二の話をその通り伝え、今も信じている危機刑にもちろん責任はなく、その犠牲者、被害者です。私は機刑に同情を禁じ得ないとその立場を、 思い合った。藤井は、その後、伊藤忠と北京、徳田期間が、野坂33の暴略に乗せれたことへの謝罪と、訂正の意を込め、北京での真実を綴った、遠い稲妻、伊藤忠事件、ロバ出版、1986年を限定版で出版した。伊藤は、徳田九一全集五月処防、1八十五年から1八十六年、 の編集にも協力し、第四巻では、志が吉尾に代わって、解説文を書いた。1981年からは、自らの手で、中国時代の回想録を執筆した、死後の199年、文芸春秋に、日本のヨ田と呼ばれた男として3回に分けて掲載後、伊藤忠海想録として刊行。1988年には、 ゾルゲ事件と自らとの関わりを記した、ゾルゲ事件についてを記している、没後、偽りの楽院に掲載。社会への関心は失わず、高尾山への首都圏、中央連絡自動車道建設反対運動にも参加していた。1989年8月7日、人不全のため死去、76歳。亡くなる4日前には、見舞客に対し、 中国の民主化運動をどう思うかと語っていたという。戦後の長期間にわたって、1940年7月に伊藤が警察の取り調べにおいて、北林友の名前を明かしたことから北林が逮捕され、その北林の供述によって、宮城与徳が検挙されて、ゾルゲ事件の発覚になったという説が唱えられ、一時は定説化していた。 この説が最初に出てくるのは1942年8月の特攻月報である。この号には同年5月に報道機関に公表されたゾルゲ事件についての報告が掲載されたが、その中に上記の経緯が記された。しかし特攻月報は特攻内部でも限られたものしか見ることができない内部文書で、この時点ではこの説は広く伝えられたわけではない。だが、その情報は 刑事、司法関係者から少しずつ事件関係者に伝わっていた。横浜事件の際に尋問を受けた、風見明は、検事から、伊藤が尾崎を撃ったといった話を聞かされており、伊藤が、週刊前に風見に会った時には、本当に尾崎を撃ったのかと質問されたと回想している。なお、当時の情勢であれば、格好の共産党攻撃の材料となる、はずのこの説が、 事件公表時に明らかに入れなかった点について、伊藤が近く保釈となって、過去の新聞を目にすることを、特攻は考慮したのではないかと、渡辺と下は推論している。終戦後の1945年10月に、日本共産党の関係者が、戦時中に押収された文書や、党関係の資料を、警視庁から持ち出した際、伊藤を取り調べた、特攻刑事の伊藤茂子について、 ゾルゲ事件検挙による内務大臣厚労省事業を図った品議書が含まれており、その中に伊藤忠氏に発覚の発端となる供述をなさしめたことをもって、報奨を申請するという一説があった。これを受けて共産党が行った調査が1951年の志賀吉尾談話の内容にあたる。つまり、この時点では共産党は伊藤都事件の関係を否定していた。 赤狩りの中で1951年に、ウィロビー報告が発表される。この時も共産党は、シガ談話によって否定し、幹部が北京に渡った後も、徳田は、放送の際に、ソ連共産党に敬意を説明して、伊藤には問題がないことで了解を得ていた。しかし、共産党が徳田の死後に、ゾルゲ事件を主な罪状として、伊藤を除名したことでこれを否定するものが、 ほとんどいなくなった。後には、上記の特攻の厚労商品議書には伊藤が自筆した、供述書も添付されていたという話も加えられた。一方、日本では、尾崎秀美の異母帝である、尾崎秀樹や、事件で実刑を受けた、河井貞吉らが1948年に、ゾロゲ事件真相究明会を発足させる。 河合は伊藤が発覚の端緒であることを指示し、それを補強する証言を行った。事件の当事者である河合の発言は、それなりの重みをもって受け止められ、尾崎秀樹も特攻警察資料やウィロビー報告と河合の証言に、依拠する形で伊藤を、ユダとして告発する、研究所を刊行した。1960年代に、日本の黒い霧で事件を取り上げた。 松本清張もこの説を、妻子、伊藤不在の状態で、定説化していった。尾崎秀樹は、伊藤の帰国後もその態度を変えなかった。1978年、東京大学助教授だった、伊藤隆が、伊藤を取り調べた元特攻警察の宮下博史に、インタビューを行い、最初の逮捕時に、伊藤は、 共産党員であることも認めようとはせず、天向を口にはしたが本気には見えなかった。スパイではない。釈放後にもあったが特に情報はくれなかった。二度目の逮捕の際に偽装天向で斜面させる腹で、知り合いの女性がアメリカの手先だという現地を得た。結果的にその女性、北林智がアメリカ共産党とつながりがあることが分かったが、伊藤は、 ゾルゲ事件に関係していないと思うと、う証言を得たことが報じられたが、定説を覆すには至らなかった。伊藤の没後に、晩年の伊藤が執筆した手記を読んだ、渡辺と近は、1990年代初めに事実、関係の確認を行った。その結果、次のような点が明らかになった。これにより、伊藤の供述以前に警察が、 北林友の監視を行っていたこと、北林の名前は、伊藤以前に警察に伝わっていたことが、明らかになった。伊藤猛子の品義書が書を受けるための作文で、自筆供述書もなかった可能性が高まった。渡辺はさらに、尾崎秀樹や河井定吉、松本清張らが、伊藤が、警察のスパイである傍傷として挙げた点についても、検証した。 渡辺はこれらを総合して、伊藤の供述が端緒であるという説は、特攻側が事件の発覚経緯を隠すために作為的に仕組んだ罠であると結論づけた。また、尾崎秀樹の著書では、青木菊代や北林に関する事実検証が図算であることや、明確な根拠を示さずに、伊藤をスパイと決めつけている記述が散見されることを指摘し、何の根拠も裏付けもない。 妄想の所詮と言ってもいいほどのものと強く非難した。同じ親族でも、尾崎秀美の妻は伊藤が共産党を除名された後も、伊藤短所説やスパイ説に同意せず、尾崎秀樹とは対立した立場にいた。渡辺は1992年に、尾崎秀樹と公開討論を行い、自身を含む有志で結成した、伊藤忠氏の名誉回復を求める会が、伊藤スパイ説の撤回を申し入れたりしたが、 尾崎秀樹は亡くなるまで、これに応じなかった。その後、加藤哲郎が新たに公開されたアメリカ陸軍情報部の日本、関係文書を2007年に調査した結果、河合悌吉は戦後エージェントとしてウィロビーが率いる GHQ 参謀第2部 G2 からゾルゲジや共産党の情報提供に対する報酬を受け取っていたことや、 ゾルゲ事件を反響宣伝の材料とするウィロビーの意に沿って共産党幹部だった伊藤を事件発覚の端緒とする証言を行っていたとが明らかになり、河合の証言に対する信憑性は著しく低下した。文書資料の中で河合は警護のために接触した警視総監の田中栄一に対して伊藤忠氏は共産党の裏切り者で尾崎の公主刑に責任があり、自分は 伊藤忠の破滅のために働きたいと述べたり、共産党や、尾崎、ゾルゲ事件真相究明会や、共産党の内情を伊藤を貶める形で伝えたと記され、河合が個人的動機で伊藤を布告していたことも明らかになった。また、ゾルゲの活動当時モスクワの参謀本部、情報局局等下で暗号伝文の翻訳を担当した m i ロトキンは、 戦後の1964年に記した回想録で伊藤忠氏はラムゼー、ゾルゲのコードネームの重宝と何の関係も持っていなかったと証言している。これらにより、現在ではゾルゲ事件発覚の端緒は伊藤の供述だったという説を支持する見解は日本の事件研究者の間ではほぼ見られなくなっている。2013年、 伊藤の遺族及び渡辺地家が代表を務める伊藤忠の名誉回復する会が文芸春秋に対して伊藤をスパイとして記述した松本清張の日本の黒い霧の該当話数の出版取りやめを求めいることが報じられた。これを受けて文芸春秋は日本の黒い霧の該当話数に伊藤の証言の引用とスパイ説を否定する。 文献への参照を促す注釈を編集部の分析で入れることを決めた。伊藤の遺族は伊藤の帰国当時に日本共産党の党籍があったためにこの件についてこうに発言できなかったが党を知りいたことで申し入れが可能になったという経緯もあった。以下の書籍は表題に伊藤の名を含むが内容の信憑性について問題があるため取り扱いには注意が必要である。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。